クラロワーオフィー、うるさいうるさい、クラロワーオフィー。今回司会務めますエレコミック今立ちです。お願いします。お願いします。さあ、そして、はい、本日はクラロワーのところの解説をさせていただきます、ドズルと申します。よろしくお願いします。解説か。さあ、ドズルさん、今回はこれどういう企画なんでしょうか。今回なんですけれども、はい、今回クラロワ大喜利ということでして、はい、クラロワを題材とした、うん、大喜利バトルとなっております。まあ、バトルっていうか大喜利ですね。大喜利大会となっております、はい。お笑いのセンスだけではなくて、うん、クラロワのセンスだったり、あとクラロワへの愛が、はい、先ほどもちょっと言いましたけど、はい、バトルじゃないの で、 そうです、ね、ポイントとかもつきませんし、はい、罰ゲームもないっていうことなんですけど、どこに向かって頑張るかはクラロワへの愛で頑張る。愛で頑張る。愛だけで頑張っていただきたい。そこを競っていただきたいということですね、はい。さあ、それでは気になる回答者の方々、自己紹介お願いいたします。どうもこんにちは、キヨキヨです。よろしくお願いします。さあ、キヨキヨさんでございます。キヨキヨさん、はい、大喜利は初めて。いや、ちょっと嫌ですよ、この芸人さんと一緒にクラロワ大喜利。いや、もうだから滑りまくりでどうしようって思いますよ。でもクラロワの愛は、そうそうそう、愛は一番高いんじゃないですか。あと知識もね。そう、サイトトロフィス一番高いですから、僕一発入れてます。さっきもなんかみんなにマウント取ってたんですよ。取ってましたね、最初から。取ってました。自己紹介で、初めまして7000です言ってましたからね、はい、確かにこれは相当パンチ。これはもうやばいですよ、はい、やってるかもしれません。愛で頑張ります。愛で頑張っていただきたいと思います。さあ、続いては、どうも、クラロワ芸人、やつやつです。やつやつ聞いたなと。クラロワ芸人だった。え、やつやつ。初めて聞きましたよ。キヨキヨさんとなんかつながりあるんですか、やつやつは。キヨキヨさんは知らないですけど、やつやつでやつやつ。クラロワで、あの、いろんな、はい、有名人と仲良くなったりして。さっきよきよさん。よろしくやってます。さっきよきよさん。そうです。これ大体年収8000万稼いでる。1000万もいくんですか。そうです、そうです。やつやつ。ドズルさんが1億円なんで。なんとか。すげえっすね。ミリオンのやめ出してます。じゃあ今回はちょっと大喜利ですけど、どうですか。そうですね、やっぱり、お金が好きなんで、それでクラロワやってるってとこもあるんで。呼ばれませんよ、もう。そんなことばっかり言ってると。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして、クラロワ大好き、クラロワ歴25年、ハードパンチャーです。そんなないです。そんな長くないけど。そう、ハードパンチャー、瀬野さんでございますけど、はじめましてで、本当にちょっとね、大体皆さんも初めましての方多いですけど、ね、そうですね、はい、全然知らないです、僕も長年芸人やってますけど一度も見たことないです、まあまあ、そうですよね見てる方もそうだし、今回はちょっと大喜利でございますから、はい、瀬野さんも頑張っていただきたいと思います。さあ、それでは早速第1問いきたいと思います。さあ、最初の大喜利のお題はこちら。このジャイアントバカすぎる、なぜ、ね、なるほど、なるほど。でも、愛情僕はジャイアント使ってますからね。そうですよね、今日ジャイスパ使ってるんで。でもこんな風なジャイアントだったら嫌だっていう考え方も、愛情があればいい。なるほど、はい、なるほど。面白さは必要ですよ。危ない危ない、大喜利ですから一応。あれ、これは企画会議じゃないんで。どうしよう。いやー、でもやっぱ愛情がね。はい、わかりました。さあ、来ました、やつやつさん。さあ、はい、行きましょう。このジャイアントバカすぎる、なぜ。ちょっとわかんないです、お題とは違うかもしれないですけど、うん、寒いのかな、ファーを買ってあげたい。あ、でも愛情だけじゃない。愛情の方でしょ。お母さん的なことじゃない。寒いステージもあるんですよ。確かに、アイスステージありますけどね。いつもあの服一丁、あの服だってね、かわいかったなと思って。確かに、ファーを買ってあげたいなと思って。ボロボロですからね。ファーだけじゃね、空いてるとこめっちゃありますけどね。暖かいとね。あ、確かに。大体暖かいから。さあ、続いていきましょう。はい、お、瀬野さんいきましょう。はい、さあ、このジャイアントバカすぎる、なぜ。建物だと思って橋を殴り壊す。行けなくなっちゃう。あっちからも来れないけどね。そうです、平和主義なんで。壊すしかない。試合が終わっちゃいます。はい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 、はい。ああ、来ました。さあ、キヨキヨさん行きましょう。このジャイアントバカすぎる、なぜ。ここって走っていいんですか。バン。なるほどね。一番クラロワが薄い。最高ですね。いや、でも一番大喜利。大喜利の答えっぽい。記念すべきね、1個目の、人生1個目の答えを、もう一回見せときましょうか。もう一回。人生、ここって走っていいんですか、これだから。素敵な感じ。これ素敵ですよ、本当に。さあ、行きましょう。やずいさん、このジャイアントバカすぎる、なぜ。靴はいらないのかな、買ってあげたい。さっきちょっと俺が言っちゃってたじゃん。やっぱかわいそうじゃないですか。
つのこと。いろいろな意味で。いやいやいや、そうですけど。こんな二人にバカにされて。お題ですからね。足を壊すなんてことはないですよ。いやいやいや。大喜利がそう。一問目。お題破壊行為が早いんですよ。破壊じゃないです。破壊してるんですよ、これ。ジャイアントに買ってあげたいの何じゃないですか。それだったら。これは。なぜですか。違うんですよ。このジャイアントバカすぎる、なぜ。お、瀬野さん行きましょう。このジャイアントバカすぎる、なぜ。ハゲを気にして飛行系のガーゴイルやドラゴンなどが通ると手で隠す。殴らす。上から、上からの。ちゃんとしてますね。さすが、さすがやってますから。はい、やってます。ちゃんとしてる。クラロワやります。他のユニットも入れてくる。大喜利が好きなんだろうね。クラロワが好きだね。はい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 。さあ行きましょう、キヨキヨさん。やめてください。ザザザとかやめてください。ロートルのボクサーの戦い方やめてください。固定されちゃ新人イビリやろうめんたくさんもらってる一問目にしてさあ行きましょう、このジャイアントバカすぎる、なぜ。僕のエリクソンなんだっけ。バカだね、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 僕は放送禁止しよう。僕と言われちゃいましたけどね。検閲入りました。検閲入りました。いいですね、テンポいい、テンポいいですね、はい、じゃあもうこのテンポで次行きましょう。やだな、怖いなこれ。さあ第2問、なんだこれ。ゴブリンに取ったアンケートで8%、 何が 8%？ もう全ゴブリンに聞いたんでしょうね、はい、ゴブリンの中で全部ですか、投げるやつも。いやもう全ゴブリンに聞きました。そういうことっすね。そう、ちょっとレアですよね。レアですね、 8%、 いやむずいな大喜利、うん、さあこれはちょっとねひねってきましたね。はい、あ、いきましょう。はい、やついさん、ゴブリンに取ったアンケートで 8%、 何が 8%？ もう投げられたくない。まあ確かに、恥ずかしい。確かに、とにかく頭がグラグラってなる。確かに、あれは触手が何個か選べますもんね、ゴブリンもね、はい、自分の適正にやっちゃう。一番嫌なのは投げられたくないと思います。でも 8% かな。なるほど、8ぐらいですね。でもなるほど、8%。他の大半は何が多いですかね、ゴブリン界だと。基本的にはやっぱ群れで出されるので、はい、出されるので投げられないですよね。さあ行きましょう、瀬野さん、はい、ゴブリンにとったアンケートで 8%、 何が 8%？ キヨキヨさんに似てると言われて喜んだ割合。なるほど。ゴブリン側からも。そうですね。あんま指示が。はい。やっちゃいます。少なめですね、これ。結構 8% 低いですね。8% は低いですね。はいはいはい、はい。行きましょう、キヨキヨさん。ゴブリンに取ったアンケートで 8%、 何が 8%？ 年収1億。出た。出た。出たな。はい、でも夢があるね。夢がある。違う違う違う。8%もいないですよ。8%ね。ゴブリンだとね。全 YouTuber でやっぱ1億超えてる人って 8% ぐらい。もっといるんじゃないですか。もっといる。すごいなぁ。YouTuber すごいなぁ。だから8%の中にキヨキヨさんも入ってるってことですよ。いや、入ってる。自慢、自慢の風を。うん。その、俺 8% のゴブリンだから。全年収のね、1億ですよ、ね、はい、さあ行きましょう、やついさん、ゴブリンに取ったアンケートで 8%、 何が 8%？ あの緑が好きじゃない。だからしょうがない。これはもう根深い問題だよ。全員一色にされてるから。まあまあ確かに 8% ぐらいはいると思うんです。違う色着たいっていう。着たいってことなの、あれ。違う色がいい。違う色がいい。違う色が好きなんです。さあ、どうでしょうか。はい、行きましょう、瀬野さん、はい。ゴブリンにとったアンケートで 8%、 何が 8%？ 自分のことを緑だと言わずにグリーンという。ちょっと言って、ね、ってますね。はい、マステゴブリンです。グリーンだけどねって。グリーンそうですね。グリーンじゃない。今言われたら、あ、グリーンね。緑みたいな。もしかして、やついさんの 8% と同じ 8% かも。そう、同じ。色系はね、色系はやっぱり色系むずいなぁ。じゃあ、していいですか。なんか大喜利ここに来て、さあどうし、あ、大丈夫、そのやつやつ、やつやつのあれにやられちゃってない。大丈夫、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 大丈夫。はい、さあ、やつさん行きましょう。そうなんですよ、確かに確かに。 92% が違う答えですからね、はい、さあ、ゴブリンに取ったアンケートで 8%、 何が 8%？ ローリングウッドが好き。あ、結構ね。 92% は嫌いです。結構やられちゃわれますからね。 92% は嫌いですけど、基本的です。 8% いるんだ。ゾクゾク来ちゃう。食べるのが好き。うわー。やられる。はい、そう、
行きましょう、キヨキヨさん。5分にとったアンケートで 8%、何が 8%？ すいません、EXILE に入りたいと思います。すいません、本当に何も出ない。今、食い組みの範囲だったんですよね。食い組みの範囲で。ごめんね、全然いい。全然いい。ありがとうございます。めちゃめちゃいいっぽい。大喜利っぽいですか？8%だからね。それはいますよ。そっか。めっちゃ大喜利っぽいし。続いてのお題いきましょうか。さあ、続いてはこちらです。最新型テスラ、この機能いる？どんな？なるほど。だこれからもしかしたらこれを聞いて実装される可能性も、はい、かもしれないですね。予言するかもしれませんね。新しいですね。でもいるって言われてますけどね。さあ、こんな機能いるのか。はい。あ、キョウキョウさん行きましょう。すごい。最新型テスラ、この機能いる？どんなの？たまに埋まったまま。いいですね。たまに埋まったまま。上固めすぎちゃった。出れないです。機能ですらない。さあ行きましょう、瀬野さん、はい。最新型テスラ。ね、この機能いる？どんなの？閉じてる時にディガーが地面を通ると色が変わる。はい、確かに。いる。確かにお題に沿ってますね。お題に沿ってます。いらない。でもこれどうですか？手だれとしてはそれはあったら何かに攻略に使える可能性は？いや、あんまないです。あんまないですよね。今もう色全部見えてますね。目が見えちゃってる。見えちゃってるんでね。さあ、いらない機能を追加していただきたい。あ、分かった。来ました。大喜利で、大喜利で分かったって。正解が降りてきたんですよね。大喜利の正解が。そうですね。キヨキヨさんすごいですね。理解が早いです。笑いの神に愛されてますよ。分かった。あ、瀬野さん行きましょう。最新型テスラ、この機能いる？どんなの？信頼を得るために世界の亀山モデルとロゴが入っています。いいですね。右上かな。はい、さあ行きましょう、やついさん、はい、最新型テスラ、この機能いる？どんなの？はい、何回かに1回はタケノコを食べたいの。ジャイアントダウン。横通った時にニョキッチッ。タケノコだったらいいのにな。タケノコだったらさ。確かにタケノコ機能はいらないですよ。この機能はいらないです。テスラは食べれないよ。硬いからね。確かに何回かに行くからタケノコだったらいいです。ジャイアントダン。ジャイアントダン。ジャイアントダンって自分で言ってるんですよ。ダンってのは誰か聞いて言うんじゃないですか、大体。自分で言ってるんですね。はい。さあ行きましょう、キヨキヨさん、はい、最新型テスラ、この機能いる？どんなの？出てきた時に地層が分かる。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。めちゃくちゃ素晴らしい。それ俺言いたかった。素晴らしい。行かれました。すごいわ。瀬野さん、これの良さどういうことですか？じゃあ、もう音ですね。です。内容じゃないの？めちゃくちゃ分かりやすい。内容じゃない。確かに出てきた時に、はい、はい、まあ、行きましょう。さあ、最新型テスラ、この機能いる？どんなの？ウーハー。そんないらないです。どこで使います？あのビビの時です。時で。ボン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 。やられる方もね。ビビビじゃないです。ボン。ボン。低音来るねー。それはまた葉っぱのゴブリンも好きなんですよ。ボン。ボン。腹に来る。低いとこからグイグイ来るね、この電気。さあ、続いていきますか、大丈夫ですか。あ、はい。さあ、やっていきましょう、うん、最新型テスラ、この機能いる？どんなの？いや、もうそこは遺跡があるから置けないよって。それ分かるでしょ。置けないとこはもう置けないから。テスラを入れようとしたら、あ、見つかっちゃったから遺跡が出ちゃったんで。大丈夫ですか、それ。あ、確かにね、ゴロゴロいるかもしれない。山本町っていうのが出ちゃったんで、そこはテスラ置けません。置けません。国の管轄ですってことだ。国の管轄です。わかる。わかるでしょ。で、最後行かせてください、最後。お、来ました。キヨキヨさん、絶対最後行くよね。愛情があるから。ありがとうございます。最後愛情がある。全お題にキヨキヨ色で終わりたい。全部俺で染めてるところが出てます。ウーハーいらない。ウーハーいらない。ウーハー意味なんで今ウーハー入れたのか分かる。キヨキヨさんにもウーハー機能つけようかな。意味が分かる。キヨキヨさんが答えるときにウーハー機能。さあ、それでは行きましょう。最新テスラ、この機能いる？どんなの？ブーン。ウーバーイーツが受け取れる。
ウーハーに引っ張られてウーハーイーツ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 確かにね、すいません。いや、いいですね、なかなか皆さんすごい回答の普通の大喜利よりもめっちゃテンポ早いですね。さすが愛がありますね。愛でしょうね。愛があるのすごい汗だくっすよ、汗だくそうですね。さあ、それでは行きましょうね。あとですね、10問あるんで。10問？地獄よ、地獄。10問考えただけで時間で切れよ。10問あるんでね、頑張っていただいて、時間で切れ、ペース配分ね、考えていただいて。確かにペース配分、帰ります。時間で帰ります。ケンジさん、何問目で帰る予定ですか？いや、時間で帰る。時間で帰る。さあ、わかりました。それではいきましょう。続いて第4問、ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。ペッカも喋らないし、はい、風靡しましたよね、これもね。そうですね、ペッカはすごい大きな画体なんですけど、はい、中には女の子が入っているっていう噂もあります。あら、ほうほうほう、はい、そうなの？そういう設定もあります。そんなメトロイドスタイルだ、ほんとに。多分本当です。こんなでかくて遅いのに。そうなんですよ、あの公式のバレンタインデー企画をペッカが、はい、いたりするので。確かにそうですね、はい、そうなんだ。女子なの、ペッカって。ペッカ女子なの。それ踏まえた上で、じゃあ。あ、それ踏まえた上で、はい、すごい。さすがですね、すみません。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。カッチカチやろ。あー、いいね、カチカチやろ。あー、確かに、いいですね、踏まえてない。確かに、男ではありますけどね。うん、っていうのもあります、はい、さあ、やつさん行きましょう。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。沖田総司は B カップ。誰がわかるんすか、今これ。知らないですか、マキセリホがやってた映画が。映画があったんですよ。マキセリホがやってた映画なんですよ、はい、そうです。沖田総司が B カップだった。沖田総司が女の子だったし。じゃあペッカは俺らと同世代ってことですか？結構年持ってるし、結構年だから。確かにね、確かにね。しかも女性だって。女性だって言うから。あ、まあ、そこ女性だっただけしか。確かにね。知らないですね、やっぱ40、まあ、オーバーですね。40オーバーでしょうね、これはね。さあ、正解かな。あ、正解出しちゃう。瀬野さん、行っちゃいましょう。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。ペッカペッカの1年生。これ正解。いいです、正解。初めて喋ったから初めてだしね、多分これだと思うんですね。これか。はいはい、さあ行きましょう。キヨキヨさん、ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。こんなじゃけ。いいですよ、収録なんで大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい。さあ、それではキヨキヨさん行きましょう。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。こんなギャラじゃ出れませんよ。なんか急にお金のことすげえ言い出しました。やっぱクラロワイお金が好きなんじゃないかな。そうか、ちょっとクラロワイが減ってきてるぞ。大変だからこっちなんでね。よくない、これは良くないですよ。さあ、やつさん行きましょう、はい、ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください、はい。好きな人の前ではおしゃれなのよ。女に引っ張られすぎる。女ってだけじゃない。そう、女の子っていうのも引っ張られちゃってるんですよ。初めて喋ったんですよ。みんなの前で。みんなの前で。好きな人の前ではおしゃれなのよ。戦いの時は喋れない。なんでそんな金持ちのババアみたいな喋り方。全部ね。そう、はい。瀬野奥行きましょう。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。木原さん、そらジロそこにいる。もう陣内さんのとこでですね、そう思います、僕は。そらジローと似たキャラでいますけどね。確かに。外じゃないですね、ペッカ。はい。はい、はい。さあ、行きましょう、キヨキヨさん。ペッカが初めて喋った人間の言葉を教えてください。お金、お金。大丈夫ですか？まさか仲間からも、仲間からもどうした？僕らのいじりに準じなくていいですよ。戻してください。一回ニュートラルです。一回ニュートラルしましょう。確かに、あの純粋な、あの純粋な清清さんに戻ってください。ね、泣いたり、本当そう、勝って泣いたりするあれ、純粋ピュアな、ピュアなあれが、ああ、先生、清清。それでは続いてのお題いきましょうかね。続いてのお題はこちらです。スタロワの新カード、大阪のおばちゃん、使うとどうなる？さ
新カードですね。新カードですね。大阪のおばちゃんなんてのは出ることはないですけど、はい、もし出たら、もし出たらですね。なるほど。まあ、造形をいじるでもよし、どんな効果があるのかもよし、はい、守りに使うのか攻めに使うのかっていうところもありますね。新カードなんですよね。新カードですよ。あ、でもこれだと思う。あ、答えです。出ました。みんな答えが降りてくるようになりましたね。いい傾向です。いい傾向。いい傾向ですね。これはでも本当普通にこうなるんじゃない？こうなると。おう、はい。はい。じゃあやっていきましょう。クラロワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？周りのカードに喋りかけて3分停止。めちゃくちゃ強いな。本当答えですわ。コストカード出ない出ましたよ。動かない。すごいね。動かないよ。でもまあ両方が出しちゃったから、ラブライダーのレベルじゃない。もうずっと動かない。ビターッと。確かにね、ビターッと。ビターッと停止。すごいね、それはね。人間系はね。ああ、ユニットには人間系は。あ、なるほど。そうだね。そう、確かに。テスラとか一撃でやられちゃうから電波に弱いから。いいね。はい、さあ行きましょう。今日、はい、クロノワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？期間限定でエリクサーがたこ焼きになる。あ、いいですね。戻ってきた。キヨキヨさんが帰ってきました。温かい気持ちになる。それですよ、キヨキヨさん。キヨキヨ、これそれ、お金とかじゃない。強めさん、強めさん、そのパーティーのやつね。さあ行きましょう、セロホさん。クラロワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？スーパーセルに2コス下げてとねぎる。あー、でもいいね。ありそう、ありそう、めっちゃありそうですね。なんかそっちやと思うんですよね。めっちゃありそう。はい、確かに、ね、ありそう、ありそう。その感じ。お、瀬野さん行きましょう、はい。クラロワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？エレウィズを家に連れて帰り、電気代を浮かせる。ケチですね、大阪で。ゲームの中では、あ、出したらもう持って帰っちゃう。持って帰っちゃう。持って帰っちゃう。はい、殺せるという。効果出ちゃう。そういうことです。ゲームの話です。これはすごいね。大丈夫かな、家のアンペアがね、間に合うといいんですけどね。大容量に変えないといけない。強すぎるかもしれないですね。強すぎて。はい、さあ、ギョーギョーさんいきましょう。クラロワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？アリーナの川の水で洗濯を始める。桃太郎。大阪のおばちゃん、川で洗濯してる。そのイメージですか、大阪って。イメージあんのかな。イメージあんのかね。はい、はい、行きましょう、ヤジさん。クラロワの新カード、大阪のおばちゃん使うとどうなる？はい、全てのキャラがアニマル柄になる。これは仕様ですね。嫌でしょうね。ジャイアントダン。ジャイアントダン付け加えないでください。付け加えないでください。さあ、続いてのお題はこちらです。吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることは、ね、なるほど。吹き矢ゴブリン、この中で使われてる方います？今どうですか？今はたまに。そうですね、スケルトンバレルのデッキではちょっとそれも入れて使わせていただいてます。はい、そうですね。通販番組みたいな。愛飲者みたいなね。愛用、僕も愛用してます。はい、あ、やっていきましょうか。はい、吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることは、堂々と近距離で殴り合いたい。やっぱね、あのゴブリンになるとなんか思いが入らない。確かに。ゴブリンに対してなんか届かないところからプン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 打って自分でも嫌なんですよ。なるほど本当は殴って本気のなんかこのもう動けない状態で殴り合いたいの。男なんですね。そうか、インファイトしたいと。インファイトしたい。インファイト。どっかプン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 やってる。なるほど。中にはいるかもしれませんね、これがね。さあ、瀬野さん行きましょう。吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることとは、リコーダーの原理で吹き矢がつば臭いこと。あー、でも上に溜まってるからね。多分あれきついですよ。ありそうですね。確かに気になってました。はい、はい、ギョギョさん行きましょう。吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることは、ゴブリンで検索しても一番上に出てこない。ああ、そうだ。確かにね、ゴブリンの中ではマイナーの方に。マイナーの方に。どこのゴブリンが一番なんですかね。ゴブリン界ではね。確かに。ゴブリンじゃないですかね。ゴブリンって検索してたから。何のゴブリンかって話でしょ。指輪物語のゴブリン。ああ、指輪物語なんですかね。はい、行きましょう。さあ、吹き矢ゴブリンが最近悩んでいること。悩みですからね。最近
吹くとおならも出ちゃう。恥ずかしい。恥ずかしい。もう臭くない。もう臭くない。おなら出ちゃうから。確かに。おなら出ちゃうから。もうやだやだやだ。あ、ローリングウッド来ました。ローリングウッド。8% 8% いいですよ。そのゴブリンがもう稀なだけなんですよ。全部稀が 8% にハマってるんですよ。さあ、瀬能さん行きましょう。吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることは、かぶっているあの木にカブトムシが大量に止まって重たい。木かぶってますよね。かぶってます。そうか、かぶってる、かぶってる、はい、そうか、そうか、あれが、そうですね。確かにこれからの季節ね、はい、重たいですよね。虫が寄ってくるかもしれない。確かにね、さなぎの段階からもう出るかもしれない。はい、そうですからね。これと、じゃあ続きましょう。吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることとは。はい、最近太った。悩みだね。あら、悩みだね。太っちゃった。コロナ禍で、まあ、コロナ禍で自粛だって。足が速いのがもう取り柄なのに。確かに確かにね。はい、はい、あ、行きましょう、はい、さあ、キョウキョウさん、吹き矢ゴブリンが最近悩んでいることは。そろそろ顔出ししたい。あ、そう、あ、ね、そうだ。こんだけもう名前も売れてきたんだから。実は俺だったんですね。変な日焼けしちゃうもんね。ここだけ焼けてる。夏だから変な日焼けしちゃう。さあ、次行きましょうか。じゃあ続いてのお題行きましょう。続いてはこちらです。おい、どこ行くんだ。あら、ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。パワーじゃなくて相当速いでしょ。なるほど。これ何なんすか。どこ行っちゃうの。そんなところ行っちゃう。どこ行くんだよ。どっか行っちゃうんですね。どっか行っちゃうんですよ、ホグライダー。キヨキヨさんちじゃない。来ちゃった。いいね。怖いですね、ホグライダーが来ちゃったっていう。怖いね。怖いです。行きましょう、瀬野さん。おい、どこ行くんだ。ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。迫撃砲の中。中のスポット。はい、さん、おい、どこ行くんだ。ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。ATM。 あ、ね、あ、やっぱ引っ張られてる。またお金だよ。2問ぐらいするとね、なんか犯されちゃう。さっき良かったのにな。2問ぐらいやるとね、マネーに侵され、侵食されちゃうからな。侵食されちゃうね。さあ、お、瀬野さん行きましょう、はい、おい、どこ行くんだ。ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。ボイトレ教室。最初ね、大事ですからね。そう、確かに。最初ね、どうしよう。あ、いいね。さあ、行きましょう。やずさん、おい、どこ行くんだ。ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。もう豚ですからね、トリュフ。そっちが言うこと聞かないからね。下がね、やっぱね、下の豚さん。下がね、やっほーいですからね。確かにトリュフ取れたらね。豚だから。確かに。行っちゃうかもしれませんね。東京さんに言って欲しかった回答。なんか新しいパターンです。はい、これはそうですね。本当はこれを言って欲しかった。はい、これ言って欲しかったなと思って。おい、どこ行くんだ。ホグライダーがまっしぐらに向かった場所とは。バン、夕日。これはちょっとキヨキヨさんに言ったことがいろいろと瀬野さんも動画とか見てるように。そうですね、はい、今視聴者が待ってたのはこれだったんですよ、はい、これ、なるほどなるほど。これが金に繋がるんですよ。それを言っちゃってるんですよ。これなのよ。全部金だもんな。そういうとこだったんですね、はい、さあ、それでは続いていきましょうかね。パルチェがイメチェン、どうなった。なるほど。さあ、パルチェも、パルチェがイメチェン。さあ、ファルチェアイは誰が一番強いですかね、この中ですとね。どうでしょうね、皆さんでも使ってるデッキには入ってない。ファルチェア使ってないですね。使ってないですね。あれはめんどくさいですよね、守りに。そうですね。みんな絵は変わらないですね。絵系は。あ、確かに。絵系もありです、ね、まあ、別に全然ありですよ。いや、俺は絵描けない。優しさね、優しさ。大芸といえば絵、まあ、絵もね、絵ありですね。絵上手い人はね、結構そこで1個作れたりしますからね。どうなんですか、キヨキヨさん、絵の方。いや、多分下手だと思う。下手です、下手です。そうですか、もうブーメランだからね。はい、こういう感じですかね。さあ、はい、じゃあ行きましょう。ハルチェがイメチェン、どうなった。こうですかね。ハーマン、ハーマン、一応 F にしてるけど。ここ P だよ。藤子 F の F ではある。
あ、ワルチェの A じゃないんですか。ワルチェの F の F でもある。なおさら使っちゃダメだよ。使えないよ。ワルチェの F でもあるし。なるほどね。はい。いいですね。これでずっとコピーも作れるかもしれませんからね。これがパーマンになったらね。来てよ、僕、ファールチェ、ファールチェ。それはパーマンです。引っ張られてるの。パーマンの替え歌です。さあ行きましょう、瀬野さん、ファルチェがイメチェン、どうなった？逆に思い切ってマスク、手袋、ズボンを脱いで全裸逆に怖いだろうね、思い切りましたね。怖いよ、斧取るとき怖いよ投げるときはいいけど、おおっはい、行きましょう、キヨキヨさん、はい、ファルチェがイメチェン、どうなった？吹き矢ゴブリンとお面を交換したお仲いい、仲いい、仲いい、はい行きましょう。ファルチェがイメチェン、どうなった？おーすか。めっちゃ絵で来るじゃん。絵でしかない。めっちゃ絵で来るじゃん。それにしたの？釜のとこしか残ってないじゃんみたいな。全然もう世界観が合わない。でも一応釜が残ってる。一応ね、一応ね。はいはいはい、そこ。さあ、瀬野さん行きましょう。ファルチェがイメチェン、どうなった？ドルガバのパクリのファルチェ&ガッパーナのジャケットを着たいいですね、はい、いいですけどね、はい、さあ、あとそろそろ次の、あとなんとここで、お、はい、残り2問とよ、残り2問2問ですかあと2問か、いいんですか、そう、あと2問なんで、じゃあちょっとこれドズルさんが、はい、ちょっとこれお題としていいなってやつ2問選んでもらえます、選んでいいですか、はい、残りで、あ、中から、あ、今の終わりだった、はい、今の終わりで大丈夫、ちなみに出しておきますか、出しておきましょう、いや、いいです、いいです、まあ、ちょっと書き途中だったね、あの、取って書こうとしてた変わりすぎです変わりすぎですよ、それマルチが都庁にマルチが都庁になるって、何のことやってない、三重師が仲間割れ、何があった、あ、なるほど、なるほどっすね、いつも一緒いますからね、はい、確かに、仲いいですから、仲いいですからね、はい、トリオ、トリオ、あのトリオが仲間割れしてしまった、何があったんでしょう、はいはい、3人全員がっていうこともありますから、ね、はい、トラブルによっては、はい、さあそれではいきましょう、やつじさん、三重師が仲間割れ、何があった、もうこれですよね、もう絶対、うん、もういつも私だけ右サイドじゃんリーチ、絶対リーチやん、分かれちゃうから絶対やられるから確かに確かに、こっちはそれしんどいね、右サイドじゃん確かにね、三重師が仲間割れ、何があったでございます、お、瀬野さんいきましょう、三重師が仲間割れ、何があった、一人が銃の中にマスカットを入れ、どうもマスカット三重師ですと言い出したこれはもうちょっとイラつく人いるでしょう、ね、これは大滑りです、うん、はい、これはいるでしょう、これで何あの子っつって、はい、さあ行きましょう、やってさん、三重師が仲間割れ、何があった、なんエリクさんこれ何441だろうねえ、トリブ、トリブ、441ってなんだよ、確かに333だろうが333、なんでずっと我慢したよ私、右サイドの441、右サイドの子が、右サイドの子333だろうが、確かにそうなるね、そうなる、10の時は我慢してたけど、うん、まあ、割れるからね、10の時442だったし、うん、はい、うん、さあ京京さんいきましょう、三重師が仲間割れ、何があった、私たちだけファイブ当たるファイブが当たっちゃう、当たっちゃって、そうですね、毎回ね、毎回いいですね、いいですね、いいですね、お、瀬野さん行きましょう、三重師が仲間割れ、何があった、一人のやつが、一人のやつの銃の中に銃弾ではなく絨毯を入れた全然違う、全然違うもんじゃない、字面でしか分かんないやつだよさあ次もうラストに向かいますか、ラストさん行きましょうか、はいはい、さあ、はいはい、三重師が仲間あれ、はい、何があった、固まるな固まるな固まるな、ライトニング一撃そのファイヤーボールのやつでしょ勢い系のやつを固まるなって一撃あっち一撃一撃どこだけみたいな、リズムは一緒なんだよ、一光さん一緒なんだよ、あっち一撃なに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 来ちゃった来ちゃったから、いや一撃一撃間違えちゃったね、出し方間違えミスですね、ミスって、いやファイブを警戒してこう出し方だろ、違う一撃ロイヤルゴーストがうっかり姿を現してしまった、何があった、おお、なるほど、あロイヤルゴーストが消えてるやつだ、はい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 、1個目の答えですね、お、はい、ロイヤルゴーストがうっかり姿を現してしまった、何があった、
アーチャーのボデーラインに見とれた。ボデーラインってところ、ボデーラインってところはね、はい、何個か保険をかけました、ね。バレるもんすね。大丈夫ですよ、ボデーライン。いいですか？全然いいですよ。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。普通に言っていただいて。恥ずかしいな。はいはいはい。これ自信あります。ピオピオさん、ロイヤルゴーストがうっかり姿を現してしまった。何があった？あいつサランラップみたいだよなって悪口言われた。出ちゃった。悪口言われちゃった。そんなことないよ。出てる言われちゃうっていうね。はい、さあ行きましょう。やった。ロイヤルゴーストがうっかり姿を現してしまった。何があった？自分の死んだ場所。うわ。そっか。やっと気づいて。ここだ。いろいろ思いにふけって。確かにこれはもう誰も触れられない。姿がずっと消えてる。そこだ。成仏してる。それだ。二度と手札には現れない。いい話なのかな。いい話だけどね。笑わせていただきました。ありがとうございました。さあ、それでは、瀬野さんどうでしたか。僕は、まあ、今日本当にドツルさん、キョキョさんに会えるのを楽しみにしてきたんですけども、はい、本当にあのエレキはお前4人しかいないんだぞ。そうだ、綺麗に綺麗に、あの、そうですね、綺麗に外してきたの。芸人でもあるんだよ。はい、あの皆さんに会えてよかったというのがもう本当に一番の感想でございます、はい、また皆さんと一緒にお仕事がしたいと思います、ね、ありがとうございました。さあ、矢津さん、はい、今回盛り上がりましたけども、やっぱりね、クラロワって本当にいいゲームですね。どういう気持ちで言ってんの。度量があると。確かにね、そういう公式だとね、そういう風に使わないでくださいみたいなのも多いですからね。そうですね。中にね、はい、面白おかしくさせていただけるんだけどね。本当すごい。スーパーです。スーパーセルフです。全然うまかないスーパーです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、今回大喜利ね、はい、初挑戦でありましたけれども、清京さん、感想と、そしてもう締めの挨拶も清京さんが、締めの挨拶の向きですか、はい、お願いします。いいということなんで。僕、早く終わってよかったですよ。すごく嫌でしたよ、もう。その面白いこと言わなきゃいけない感じが。良かったですよ、本当ですか、はい、はい。いや、でも本当にね。あの、いい経験させていただきました。めちゃくちゃ疲れてんじゃないですか。いや、本当に疲れました。本当に疲れましたね。まあ、ということで、まあ、このね、皆さんにご協力いただいて、今回クラロワ大喜利させていただきましたけど、はい、またね、私のチャンネルでも、こういうクラロワのを使った、ね、面白い動画出させていただくんで、ぜひともね、チャンネル登録お待ちしてます。そして、皆さんなんと、YouTube チャンネル一人一人お持ちということで。そうです。もう本当に悲しい。そうなんですよ。こっちは悲しいですよ。いやいや、動画の説明欄に皆さんの YouTube チャンネルがございます。ありがとうございます。いや、もちろん。いや、僕登録者100人なんです。いやいや、もちろんいいです。増えるよ、これ。増やそう。ぜひとも皆さんのね、チャンネル登録していただければなと思います。はい、そして、周りにはですね、過去のおすすめ動画ございますんで、まだ見てない動画ある方、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。